吉川英治作「宮本武蔵」「炎明の巻」より「無意のから」去年士官の望みを立って伝宗屋敷の半宗の屏風に武蔵のの図を一層に書き残したまま江戸の地を去った武蔵はあれからどう道取りを取ってきたか時には忽然と姿を見せ 時には然と姿を消し、峰の懐に遊ぶ白雲のように武蔵の足跡は近頃特に定まらなかった彼の歩みには核とした一つの目的と一定の法則があるようであってまたないもののようでもあった彼自身はひたすら一筋の道をば脇目も振らず歩いているかに思われるが 旗から眺めると自由無下ないかにも気ままな道を歩いたり止まったりしているように見えるのだった武蔵野の西を相模川の果てまで行くと厚木の宿から大山丹沢などの山々が表に迫ってくる彼の姿はそこから先しばらくの間どこでどう暮らしていたかわからない。 文字通りうとめ面を持った彼が約二月ほどのち、山から里へ降りてきた何かある一つの迷いを解くために山へこもったらしかったが冬山の雪に追われて降りてきた彼のその顔には山に入る前より苦しげな迷いが刻み込まれていた解けないものが次々に彼の心をさいなむ 一つ解くとまた一つの迷いに包着するそして全く剣も心もうつろになる駄目だ自分で自分を時には全く胆性のもとに見捨てかける時すらあったしかま染め武蔵が無意の殻を打開せんと救いの教えを求めて 前の和尚の後を追って秋と共に京都の方へ移っていた頃伊織は長岡佐渡に伴われて海路を豊前へ向かい佐々木小次郎もまたその便船で小倉へ向かっていたお杉婆,婆は昨年その小次郎が江戸から小倉へ赴く際途中まで旅を共にして家事整理と放映のため一度 の郷里へ戻った。拓庵も江戸を去り近頃は田島の郷里ではないかという噂。今なお用としてわからないものは消息を絶ってしまった丈太郎それと命さえ案じられるのは関東の隠密という疑惑のもとに工藤山へ引っ立てられていた 権之助の身の上であるそれにまだ一人三は無事でも憂うべき運命の人があるそれはおつう。春柳生の将で武蔵士官の知らせを受けて急いで一人江戸を立ったお通であったが江戸に着いた頃にはもう武蔵も拓庵も江戸にはいなかった。 今おつうがいるのはゅ州のしかま間姫路の城下に近く彼女が育ったみ里さかの吉野うへもそう遠くないおつうのうばの里だったぽう寺で育てられた頃のうばはこのしか間の染め屋の妻だったま島染めと世間で呼ぶぞ染めをうとする小さい染め屋である。 婆はもう50近く子もなかったそれに貧乏でもあるしお通はただ遊んでいるのも心苦しく仕事を手伝って毎日絹を持って臼の中のん染めの布をついていたのであったそこへ近所の朝屋の主人万兵衛が訪れた「折り悪くおばさ様もお留守でございますが」。 どうぞ、おかけあそばして。いやいや、ながいわせぬ、わしもいそがしいからだじゃ。と、そのままたちばなしに。おつうさんのさとは、さくしゅうのよしのごうじゃそうな。はい。おぎんどのをしってじゃろ。おぎんさまとは、あのむさしさまのおはねうえにあたるそうじゃ。おおきくうなずいて、そのおぎんどのにさよの、 三日月村でおうたところお前の話が出てなびっくりしてござったわい。お銀様には今どこにおいでなされますか三日月村の郷士の家にいるそうなお銀殿がいらっしゃるには何かと草草の話も積もってな恋しい会いたいとぜひ近いうち三日月村へ訪れてくれまいかと言わっしゃるのだ。 おつうはそう聞くと「一も二もなく今からでも」っともう胸に決めていたがここへ身を寄せてからは何かと暗示もし相談相手にもなってくれているうばへ黙って答えてはと「行くか行かないか晩までにお返事に伺います」と万兵いには返事した「じゃあお通さん夕方返事をしてくれ行くとすればわしは朝早だちじゃ」 木戸を開けて万兵衛が出て行くと、それまで柿の裏に座っていた若い侍は、ついと身を起こして万兵衛の姿を見送っていた。若い侍は十八区、凛々しい服装をしている。ここから一里半しかない姫路の人であろう。池田家の藩士の子息と言ったら間違いはあるまい。不審なのは万兵衛を見送ってから、 今度はまたしきりと柿の内をのぞいていたことだった明くる朝ではどうぞご厄介でもお通は万兵いに伴われて鹿かまから旅だった風だより昨夜はつのどまり万兵いの新雪ぎにも途中にも 何の変わりはなの万兵りは足を止めて「宮本村もぽう寺もあの山のすぐ向こうじゃ懐かしかろうが」「もう少しじゃお通さんくたびれたろうがお銀様も待っているに違いない」ともあれもう一息「万兵ま、様道をお間違いなされはしませんかこのあたりには家も見当たりませんが」 いや、お銀様へ告げてくる間寂しかろうが御堂の縁で休んでいてもらいたいのだ。呼んでくるとおっしゃるのは言い忘れていたがお銀様が言うには訪ねてくるときには家に都合の悪い客でも着合わせているといけないからということだったお住まいはこの林を抜けた向こうの二十歳すぐに案内してくるからしばらく待っているがいい。 もう万兵衛の影は底を縫って細道を急ぎ足に行ってしまった人を疑うという性質の乏しい彼女はそれでもまだ万兵衛の挙動について疑ってみることを知らなかった正直に御堂の縁に腰をかけて夕空を見守っていた空は暮れてゆく ぐというか純というかまるで少女のような彼女のそうした姿をその時誰か御堂の後ろでゲラゲラ笑ったものがあったびっくりしておつうは御堂の縁から飛びのいた「お通動くでない」「銅の後ろの笑い声が消えた次の一瞬同じ場所からこう鋭い何とも言えないすごみを持った。 老婆ののししゃががれ声がしたのであったあっお通は思わず両手で耳を覆った。その時ほこらの後ろからもう数名の人影が出てきて御堂の前に立っていた。目を塞いでも耳を押さえても彼女にはその中のたった一人が恐ろしく大きく見えた。悪夢の中でよく見る髪の毛の白い馬場だった。 万べい、ご苦労じゃったの。礼は、後でしますぞよ。そこで、皆の衆よ、あやつが悲鳴を上げのうち、猿わをかませて、下の将の屋敷まで、早う、引っかついで行ってくだされ。お杉ばは、お通を指さして、弾国を命じる猿王のように言った。他の四め名は、皆、しふ風の男であり、 ばばの一族らしかったひと言に「おお」と高く答えると絵を争う狼のようにおつうの身へ飛びかかりまりくくりにくくって近道を「それ」とばかり走り出したのであったおぎばばはにやりと見送ったままひと足あとに残っていた万兵衛へ約束のダチンを与えるためであろう。 帯の間に用意してきた金を与えてよう連れ出したのう,うまくいくやらどうやらと案じていたがと褒めたたえ多言しやるなと釘を刺した万兵衛はもらった金を改めてこれも満足顔に口はいたって固い万兵衛その辺はどうぞご安心を言いながら別れて 足探りに暗い石段へかかったと思うとすぐ「ギャっとそれきりなひと声を上げて地へ倒れたお杉ばばは振り向いて「どうしちゃったんべいではないかんべい、と地をすかして呼んだ答えるはずもないんべいはすでにこの世の息をしていないのだ ババは息をのんでその万兵衛の横たわっているそばにぬっと見えた人影に目を凝らした刃血塗られたそのたちギラリとひっさげているた誰じゃなおなおぬかしょろうバばばは乾いた声を無理に張っていったわしだよおばばえわからぬかわからぬ 聞いたこともない声。物取りだろうが。<laughs> 物取りならお主のような貧乏ばばに目はつけぬ。なんじゃとではわしに目をつけてきたとか。そうだ。人違いじゃろうがお主は誰じゃわしは本威伝家の御家おぎというもの。おおそう聞くだに懐かしやおいらの恨み今晴らしてやろうぞ。 おばば、俺を誰と思うこの城太郎を見忘れたかけっじょ城太郎じゃとよくも長の年月お師匠様を苦しめたの死の武蔵様はお主を年寄りと思えばこそ相手にならず逃げ回っていたそれを良いことにして諸国江戸表にまで出て足ざまによえ言いふらし敵呼ばわりするのみか ご出世の道を妨げおったなまだあるその執念でお通様までを折あるごとに追い苦しめたもうよいほどに火を悟って故郷へ引きこもったかと思うていたらなおも朝屋の万兵衛を手先にあのお方をどうかしようとたくらんでおる憎んでも飽きさらぬばばめ人たちに切るのは安いがこの城太郎も 今では老老の青木丹座が子ではない。父の丹座もようやく元の姫路城へ帰参なって、この春からは以前の通り池だけの藩士。またぞろ父の名に類を及ぼしてはならぬゆえ、命だけは助けておくが。上太郎は前へ出てきた。助けておくが、とは言ったが、手に下げている白い刃は、 まださやにかえってはいないのである。ばばは一歩一歩あとへ下がりながら逃げ出す隙をうかがっていた。隙を見たかばばは杉林の小道へとさっと走りかけたがやらじっと追う上太郎のひととびにその首の根を抑さえられた。わっわっぱやりおったの 草むらの中へ首を突っ込みながら彼女はおめいた。丈太郎はばばの背骨へ足をのせかけじたばたする手をくもなく逆にねじあげてしまう。もう十八角よい若者には違いないが気持ちは多分にまだ乳臭いそれに積年の恨みともいえる憎悪が積もり積もってのことである。 どうしてくれよ。引きずってきて御堂の前にたたきつけなお当主をなくさない細い体を踏まえながら殺してはまずいし生かしておくのもしゃくなこの馬場の始末にちょっと当惑したいやそれよりは先にお馬場の指図で下の将の屋敷とかへ、手取り足取りして連れ去られたお通の実が なお、そうしている間も案じられるのだ。お通が鹿間の染め屋にいることを。たまたま彼が知ったわけは、彼が父の丹左衛門とともに近くの姫路へ定住していた。おかげであって、この秋浜奉行まで使いに来ることが刺激。その幾度かの往復のうちにふと垣間見てよく似た人。 と注意していたことからこういうお通の危機にも偶然であったわけだった「神の導きと」と丈太郎は思いがけない機縁に感謝した同時にお通に対しての悪くなきおばばが迫害を骨髄から憎んで忘れかけていた数々の口惜しさまでを新たに思い出したこのばばをのぞかぬうちは お通さんは安心して生きてゆかれないと考えいっときは殺意さえ起こしたがせっかく父の丹ざが城下に帰参したばかりでもあるし元来うるさい山郷士の一族などと事とを構えてはとその程度には大人らしくも思慮してとにかくうんと彼女を懲らしめそしてお通を無事に救えばよいと決めているのだったうん。 いい隠し場所があるおばばこう来い!」。上太郎は彼女の襟髪をつかんで立たせようとしたがばばはぺたりと血を抱いて立たないので「面倒」と引っかかえて御堂の裏へかけていった。そこにこの祠を立てるときに切りそいだ崖の断面がありその下にやっと 人間がはって出入りできるくらいな洞穴があった。左右号の部落であろう。向こうに火が一つぽちと見える。山も桑畑も河原も、ただ広い闇だった。そして今越えてきた後ろの三日月の峠も。おい、待てよ。と後ろの一人は。 前へ行く二人を呼び止めた。その二人は縄で後ろ手にからげたおつうを囚人のように引っ立てていた「どうしたか後からすぐ行くと言ったおばばがまだやってこぬ」「うんそういえばもう追いついてきそうなものだがきかぬきでもばばの足では道の上りが血と骨なのだろう」「ここらでひと休みしていこうか」 その時である、おーい、と遠い闇から声がした。振り向きあって、はて、と耳を澄ましていると、二度目の声はより近く、おーい、とまた聞こえた。おばばかないや、違う。誰だろう。と、後ろから、たたたと早い足音だった。耳にそれが分かった時は、 もう追ってきた何者かの影はその3名のすぐそばをいきなり「おつうさん!」と叫びながらかけてきた。「待て!」。いや何やつだおのれは。何者でもいいおつうさんをどこへ連れて行くか。さてはお通を取り返しに来たな。いかにも。つまらぬところへ出しゃばると命がないぞ。お主らはお杉婆,婆の一族のものであろう。 おばばの言いつけだおつうさんをわしの手に渡せ何おばばの言いつけだとおううそを言え剛士たちはあざ笑ったうそではないこれを見よ丈太郎は立ちふさがったまま花紙に書いてあるばばの首席を突きつけた不守備いまさら専門なしおつうのみひとまず 上太郎の手に返し我が身を連れに引っ返さるべく騒なんだこれは読み合って眉をひそめた郷士たちは上太郎の姿を足元から見上げた見たらわかるであろう文字が読めぬのか黙れこの中にある上太郎とは己と見えるなそうだ拙者は青木上太郎 というと「あジョータさん!」突然お通が絶叫して前へのめりかけたさっきから彼女の目は彼の姿を凝視していた半ばは疑い半ばは驚きに打たれ耳もがきをしていたがジョータロー自身が「ジョータローと名乗ったのでハッと我を忘れて絶叫が出たのであったなるほど これはおばばの手には違いないがそのおばばが我が身を連れに引っ返さるべくそろうと書いてあるのはどうした次第か。上太郎は人質に取ってやると済ましてお通さんを渡せばおばばの居所も教えてやると言った。ふざけたことを申すなどこの青さ歳か知らぬが俺たちを何だと思う下の将の本遺伝といえば 姫路の藩士なら一応は知っているはず。面倒。嫌と言うなら、おばばの身は放っておくまでのこと、山で飢え死にさせるがよい。こいつ飛びかかって一人は丈太郎の腕首をねじ取り、一人は塚を握って切る構えを見せた。丈太郎は反対に相手の力を利用して、その男を肩越しに投げつけた。 投げられる相手も生き物であるからには、ただ投げられたままではいない。上太郎の太もものあたりを投げ払った。しかし幸いに傷は浅かったとみえ、上太郎は跳ね起き、相手も立ち上がると。切るな、手取りにしろ」と他の豪士がどなって正面の相手と力を合わせ、三方から上太郎の体一つへくみついてきた。 上太郎を斬ってしまえばお杉婆,婆をどこへどうして人質にしてあるかそれを知る道がなくなるからであろう。同様に丈太郎もまたここでうるさい郷士らと血を見ることは避ける考えだった。藩の聞こえを思い父にるいを及ぼすまいとするために。けれどもののはずみはそんな常の資料で支えのつかないところにある。 相手の三人に「この生マズおめえ」な「五尺なこれでもか」。殴られ疲れ足毛にされてそれへねじ伏せられそうになると「何を!」。今度は上太郎がいきなり脇差しを抜くなりのしかかっている男の腹部へ突き通した「うっちっ」。 明けになると丈太郎の頭にはもう何もない「くそ、貴様むか!」起き上がるなりまた一名の真っ向へ殴り下ろした骨にぶつかった刀の刃は横に寝てはすかいにそげたので魚の切れ身ぐらいな肉片が切っ先からすっ飛んだ「わっ <laughs> ややったな!」。おめいたが。 抜き合合わわすののも間に合わないのであるあまりに自分ら3名の力を信じすぎていただけに狼狽のどもひどい「こいつだこいつだ!つだ」。丈太郎は呪文のように一刀ごとにおめきながら残る2人を敵に回して切り結ぶ。剛士たちの方は残り2人といってもすでに1人は手を負っている。 上太郎の太もものあたりからも、先決はそこらへちるし、文字通り、既立、切られつの知らずであった。放っておけば、相打ちか、悪くすれば上太郎の撫で切りになる。お通は我を忘れて、瓦をかけ、今しめのため気化の両手をもがきながら、闇へ向かって叫んでいた。来てくださいどなたでも、助けてください あそこに切り合っている年若いお侍の方!」。が叫んでも駆け巡っても十方の闇川の水音と虚空を行く風の声しか彼女に応えるものはないそうした時気の弱い彼女も自力に気がついた人の救いを呼ぶ前になぜ自分の力を出してみないかにハッと気づいたのである。 瓦に座って岩の角で身のしめをこすった。それはう士たちがろばたで拾ったらの巣なにすぎなかったのでたちまちぷっとすり切れた。とお通は両手に小石をつかみましぐらにたろ郎と二人のう士が切り合っている方へ飛び出していった。「うたさん!」と叫びながらそのたろ郎の相手の表へ。 1一つ投げつけた。と、また1つ。「ジョタさんしっかりして!」。ぴゅっとさらに1つ。だが、石は3つとも相手のどこにも当たらず、皆それてしまった。彼女は急いで、また次の小石を拾った。すると、剛士の1人が。あこの雨ジョタから、 二びほど踊って彼女のせい、刀の峰内を振り下ろそうとした。やってはと丈太郎もおった。そしてその剛士の男が頭上から刀を下ろす間髪に、こいつめ丈太郎の拳に握った脇差しがその背中へ直にぶつかっていった。まっすぐに向けていった脇差しが相手の背から腹へ突き抜けて、 つばと拳ででまったのであるそれはすさまじい働きだったがた太郎の脇差しは死肉から抜けなくなってしまった彼が慌てている間際にもう一人の豪しが飛びついてきたらどうなるかだが残った豪しの一人は先に手をおっていたし力と頼む方が悲惨な最ごを遂げたので老いしていた 足の折れたカマキリのように、よろよろ逃げていくのだ。上太郎はそれを見て、待て当然な勢いである。するとお通が、むしゃぶりついて叫んだ。およしなさいおよしなさい逃げていくものを、あんなに手を追っているものを。それよりも、ぐさぐさと、 その後の後話話が聞きたたい。い。私も話し城太さん一刻も早くここから逃げてそうだ城太郎もそれには意義がないもし返事ありと下の将にでも聞こえたら本遺伝家の遠類たちが脳を呼び砂糖をあげて襲撃してくることは知れきっているかけられるかいお通さんええ 大丈夫二人はずっと以前の小娘と小わっぱの頃を思い出しながら闇から闇へ息の切れるまでかけたもう三日月の宿で起きている家は一軒か二軒その一つの日は宿場にたった一軒のた籠だった「うたさんそれではお前も江戸表で」。 武蔵様にはお会いすることができなかったのですね。その後の話を彼から逐一聞いて、お通うは裏うなしそうに言う。た太郎は彼女もきそじでちりじりになって以来、今もってその人にめぐり合わないでいるという痛ましい十回を聞いて、なんだか語るにもたえないような気持ちがするのだった。が、お通さん。 そう嘆くことはないよ。風の頼りだけれど近頃姫路にこんな噂がある。えどんな武蔵様が近いうちに姫路へ来るかもしれないのだ。姫路へそれは本当でしょうか噂だからどの程度まで信じていいかわからないが細川家とも縁故の深い京の妙神寺から武蔵様の所在が知れて。 細川家の家老長岡佐渡殿の取り次ぎで小次郎からの試合状が武蔵様の手に届いているというのだが「ではその日はもう近々でございまするか?」さあその辺のことになるといつのことやらどこでやるのかとんと分かってはいないしかし京都の近くにいるものなら武前の小倉へ下るにはきっと 姫路のうかはお通りになるはずだ。でも船じもありますもの。いやおそらくは。とた太郎は首を振って。船では行かれまい。なぜなら姫路でも岡山でも山陽の各藩では武蔵様が通過のつはいっ一泊を引きとめるよそして人物を見よう。またはそれとなくか官の望みがあるかないか腹を聞こう。 などと、いろいろな考えで待ち受けている。現に、姫路の池だけでも、宅安坊へご書面したり、妙心寺へ問い合わせたり、また、城下口の駅伝問屋に命じて、もし武蔵らしいものが通ったら、すぐ知らせよと、足してあるそうだから。そう聞くと、お通は帰って、あーっと嘆いて、では、 なむさしさまがくがじをくだっていらっしゃるはずはないむさしさまのなによりもおきらいなそんなさわぎがじょうかじょうかでまちうけているようではとぜつぼうしていったとにかくいちどひめじへもどってええぜひやしきはきてください父とせっしゃのいるやしき 父の丹座も話してみるとお通さんのことは七宝時にいた頃のことまでよく知っていました何か知らないが一度会いたい話もしたいなどと申していますからお通は答えなかった消えかかる闘神にふと振り返ってやれびさしから夜空を見上げながらあ雨が た太郎を渡ってまどを引き寄せた。お通さん、よいように寝てください。拙者はこのまま。と、くらを取って、窓のもとに壁へ向かって横になった。お通はまだ起きて、一人雨の音を聞いていた。寝ておかないといけないぞ、お通さん。まだ眠らないのか。 ろうもねみりつけないらしく後ろ向きのままそう言って薄いヤグを顔までひっかぶった。